東京2020大会時には選手村として利用される晴海5丁目西地区。ここでは大会後のレガシーとなる街づくりが進められています。日本の先進技術を結集させ、環境先進都市のモデルとしてふさわしいインフラを整備し、世界の都市をリードする街が生まれます。家庭内におけるエネルギー消費量の増幅、地球温暖化の深刻化といった課題に対応するため、大会後の選手村の街づくりでは、将来を見据え低炭素社会の切り札となる水素エネルギーを活用します。ここでは水素ステーションを整備し、実用段階では国内初となる各街区への水素供給を実現します。パイプラインを通じて水素を各街区に設けられた燃料電池へと送り、マンション共用部や商業施設などのエネルギーとして一部利用する仕組みを構築しました。住戸レベルでは分譲マンションの全住戸に家庭用燃料電池を採用、ガスから水素を取り出して発電・給湯するこのシステムは、蓄電池とセットで運用することで高い電力自給率を達成します。 CO2 排出量の低減、光熱費削減、高いエネルギー効率など、環境にも優しいシステムとなっています。このほか太陽光パネルの導入や、町のエネルギーの最適利用を実現するエネルギーマネジメントシステムなど、多彩なエネルギーインフラを生かした効率的な運用を町全体で行います。環状2号線が開通するなど、交通の利便性が高まり、ますます発展する湾岸エリア、新橋・虎ノ門をはじめとする都心と臨海地域とを結ぶ東京 BRT。 車両には燃料電池バスも採用され、燃料となる水素は地域内に整備される水素ステーションより一般の路線バスや FCV とともに供給される予定です。これらは水素社会の実現に向けた新たな取り組みとなっています。東京 BRT や路線バス、コミュニティサイクルなどの複数の交通手段を連携するマルチモビリティステーション、多彩な交通手段によってさらなる利便性の向上を図ります。先進のエネルギーインフラやそれを生かすマネジメントシステム、環境にも配慮した交通インフラの整備、これからの都市の新たなスタンダードを築く晴海5丁目西地区、2020年よりもずっと先の未来を見据えた低炭素社会の先駆けとなる新しい街づくりです。